香川でカメラです。今日は田町商店街を街プラスナップしに来ました。今日はソニーの α7-2、 レンズはノクトンの、フォクトレンダー 40mmF1.4 を使用します。レンズが少し変わっているので説明します。ノクトンはこれが絞り、これがピント、これか、これが接写するときに動かすものになってます。それではこれで田町を撮りに行きます。ここをまず撮りたい。まずは田町商店街の入り口を縦構図で撮っていきたいと思います。じゃあ撮ります。めちゃくちゃ白飛びしとんですけどISO をちょっと下げて、じゃあちょっと白飛びしてるのでシャッタースピードを速くしてみます。どのぐらいやろ、どのぐらいかな。これ400が、あ、まだいけるんか。こうやっていくらでも下げていいんですか。わかりました、使い方わかりましたじゃあ撮っていきます。じゃあ進んでいきます。設定が絞りが 1.4 でシャッタースピードが 8000、ISO が100です。いや、ちょっと、難しいんすよ。せっかくなんで、この、田町っていうのを。はい。何撮りましょうか。この、野菜とか結構、なんか並べとる感じが好きなんで、みかんの箱にちょっと気を取られたんで、ちょっとみかんの箱からまずは1枚野菜も取りたいと思います。なんかこう鮮やかな色あった方がなんか綺麗に映る気がして、それを探しながらちょっと撮るっていう作戦でいきます。これ鮮やかなんで、ちょっとこいつをピント合わせて背景をぼかす感じで撮りたいと思います。シャッタースピードを速くして、暗くして、なんか雰囲気出たらいいなと思うんで、速くしてみます。1600で撮ってみます。いい感じですね。バッチリです。上見たらなんか、これも鮮やかな感じするんで、ちょっとこいつも撮ります。ちょっと気になるんで撮ってみたいと思います。暗いのでシャッタースピードを上げます。よし。やっとなんかちょっと使い方が分かってきた気がします。ちょっと覗くだけ。そうですね、やっと使い方分かってきたんで後半勝負かけます。あ、これですか。雰囲気ありますね。ちょっと近づいてみます。でもグレコしか映ってないですほら、綺麗なんで、汚いと綺麗なとこで、なんかギャップが、なんかある写真撮れるんじゃないかなって思います。イメージ、こ
ちぼちぐらいお楽しみにお腹空いてきます。ラーメンの美味しい匂いが美味しそうな匂いなんで一番行きます。ちょっと微妙です思ったよりちょっと映えな感じです。鼻を奥行きこの角度から撮っていこう。全然自分が見えないですね。こっち撮ってみようと。手前にピント合わせたいんですけど雰囲気撮りたいと思います。OK です。白飛びするんでシャッタースピードをどっちでしたっけ、上げます。なかなかレンズが難しくて調整がちょっと手間取ったんですけど、いい写真撮れたと思うんで楽しかったです。絞りとピントとでシャッタースピード、なんかこのバランス調整、なんか暗いとこやったらなんていうんですかね、シャッタースピードを遅くする早くするちょっと曖昧な部分はあるんですけど、まあ、ちょっとそういう一つ一つ考えながら、まあ、やっていくんが難しかったし楽しかったです。じゃあ多摩市の写真をどうぞ。チャンネル登録お願いします。